第5回ショータイムカップ今日はですね、太平洋クラブミノルコースにやってきました。今日は勝者のみに10万円贈呈します。今回のスポンサーは3匹の菅田動物園の運営者からいただきました。ありがとうございます。直ドラ、ちょっと滑った。あ、バンカー越えた。バンカー越えた。マントビ。マントビ、直ドラで。おーおあ、すごい球が飛んできました。完璧だこれ。ああ右流されてる。風強いな。ああ右跳ねた。あれ狙えないんだ。狙えない。いいね。これ難しいですね。ボール散策中です。ボールを散策するときに大事なのはまず落ち場所を絶対見ること。これがめちゃくちゃ大事です。あとはその人の運です。持ってるか持ってないか。ちなみにこの人はある意味持ってます。いいライです。グリーンはここら辺だからこういく感じかなね。パーンとね、パーンとお願いしますよ。かっこいいやつ。え？もしもし？どう行きました？下落ちたんちゃう？ナイスフェアウェイ。160ヤード。167。左からの風が。これは大変ですね。難しい。出しますか。ラフ。ラフなんでしょうがないです。3番目何番、うん、これで、あ、右からピンがこの木の左にあるんですよ。うん、うまい。お、乗ったんじゃん。中里くん3番目56で。グリーンが柔らかいね。
3パーパット。切れるか。切れな。ボギー。いいパットだったけど、切れそうで切れなかった。入るか。向かうんですけど、パーパット。うわー、切れた。ボギー。はい、しのぎゆき。パーパット。左のまっすぐだと。おー、ナイス。ダボ。めっちゃ一人だね。よいしょです。ナイス。ナイスショー。オーマイガード。ワンチャンあるかも。124ヤード。風に押されてるが、ちょっと手前。アゲンスト強い。120ヤード。52ですか。深い球。よっしゃー。また当たった。おっと、ピンボケ。あ、乗ってる、大丈夫。90ヤードぐらい。ショート。このライはどうですかね。そうですね、このライはですね、まあ、ライ的にはそんな悪くなくて、ちょっと傾斜がちょっと強そうですね。まあちょっと球がファーストバウンドあるところが上がってるだけで、はい、そんなにボールもね沈んでるわけでもないし、比較的優しめのアプローチ。そうですね、これは結構チップイン狙えるぐらいの距離だと思います。はい、はい、あ、柔らかく打ってきましたね。そんな最後切れなかったけど、まあまあそうですね、まあ、うん、ピンオーバーしてるんで、まあ、いいアプローチだと思いますね。だけどまあ僕だったらまあ入りますけどね。翔太さん、バーディーパット。綺麗だ。おっしゃ。弱いか、ちょっと。結構登ってるんで、しっかり打てればチャンスあると思います。ちょっとショートしましたね、これは。今日スライスだよ。スライスだよ、そこ。よいしょ。ナイス。パパッと、少しね、緩むとね。ど真ん中。もしもし、切れます。てかさ、そのパター使ってるとなかなかいなくね。いないよ。
聞いてる。してる。150ちょっとピッチング。ベースを開いて、勢いよくして。ちょっと捕まったけど、戻ってきてる。メソン。なんで開くんですか？え？だってさ、なくて飛ぶじゃん。飛ぶんすか？ヘッドスピードが速ければ速いほど、うん、ボールの開いて、球を上に上げるイメージにすると、うん、少しスピン。入るし、フライヤーしづらくなる。距離も落ちるし、フライヤーあんまかかんないし、抜けもよくいい。いいことだらけ。なるほど。以上。はい。目の前の木に当たります。ピッチング。120、130ぐらい。もういい音。どこだ、分からん。ゆうきさんだね。2人100でした。100計算通り5-2で、5-2でフルショット、フルショット。で、5ヤードか6ヤードぐらい置こうとして、スピンだな。はい。戻りすぎました？いまいちだね。戻りすぎた。どうですか？今日は結構簡単な結果になってますけど。いやー、下手ですね。はい、それも知ってますけど。あんな奥だった方がいい。やめた方がいい。別にね、やめるやめないは人それぞれなんで、まあ自分で決めることなんで、そこは僕らは何も言えないですけど。やめるとか言ってないですよ。やめ。ショートさんバーディーパット。ピンは、お。段を越えて20メートルぐらい。あー弱いかな。まあナイスタッチかな。なかなかこんな回るからこの段越え。なんでラストしない？なんで？セーブのバーディーパット。なんで？一パーパット。えい。ショールさんがパーパットする。ナイスです。パー。ナイスです。やっとこそ。3匹のスイケタ動物園様、本当にありがとうございました。
この動画がいいと思ったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。うまグリーン方向。